県立坂本龍馬記念館はおよそ2200点の資料を収蔵していますが、これまで絵画や和歌などの文芸作品を紹介する機会は少なく、企画展ではその中から38点を展示しています。中でも明治維新後に海外で油彩画を学び、近代洋画の先駆者となった土佐藩出身の洋画家国沢新九郎の坂本龍馬像は、全国に10点ほどしか残っていない貴重な作品の一つです。また幕末の志士武智瑞山が描いた絵画や、山内容堂、吉村虎太郎が読んだ和歌も展示され、それぞれ文芸面でも秀でた才能を発揮していたことがわかります。このほか龍馬の子孫で農民画家の坂本直行が描いた絵も展示する企画展は来月14日まで開かれています。